じゅんくん、お外どうですか？楽しいな、じゅんくん。鳥さんいた？泣いてる？カラスがおはようと言っています。鳥さんもピューピュー言ってるよ。ジェン君。ジェン君、鳥さんピューピュー言ってるよ。はい。今日はこんな始まり方でした。こちらではポンちゃんが外を眺めていながら寝てたね、今ね。おはよう。あ、間違えちゃった。おはよう、ジャン君、ポンちゃん。さっきまで窓を開けて風を取っていましたが、今は9時。結構暑くなったのでエアコンに切り替えました。暑くなったね。いつも通りスリスリです。かわいい。ああ、パンちゃん、パンちゃん。かわいい、パンちゃん。できるね。はい、仲良し仲良し。はい。はい、一日始まりまーす。ブラシしてほしいってことかな。これでもいい。これが一番よく取れるね。移動、移動、移動ですか。ちょっとお尻にいっぱいついてる。ちょっと待ってね。よっ、もうちょっとこっちおいで、おいでや。はいはい。ぐるっと回るんですか。回るな。はい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 。はい、いい感じだね。お腹もやってみようか。よいしょ。よいしょ。はい。
よいしょ。いっぱい落とし物。これはコロコロだね。終了。ジャン君。ジャン君、ご飯もらえるそうです。じゃあ荷物部屋から来るかね。エアコンを入れているのにもかかわらず、ポンちゃんは荷物部屋の方でずっと寝ています。暑いだろうに、ミャー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 。はい、ポンちゃんもおいで。はい、お片付けしてね、今日はね。はい、おいしいね。ポンちゃん、呼んでも来ないポンちゃん。熟睡なんですね。はい、いい音を収録します。ジャン君。ジャン君でーす。僕ジャン君。はい。僕ジャン君の隣には、はい、またいただき物。あ、やっぱり見つけたぜ。これスイカ。スイカ味初めて見た。今日はもうちょうどね、果物食いたかったのよ。そうなんだよね。はい、ね。塩がついているらしいよ。塩味がついてる。塩をかけるとスイカが甘くなるよね。お、果物入ってたよ。すごい。マジっすか。紅玉だね、これ。紅玉ではないね。今、紅玉の時期じゃないから。時期がね。うんうん。ジャズだって。へぇ、ジャズ？へぇ、初めて聞いた。ちっちゃい、あの、原、なんていうのかな。原種に近いのかな。ちっちゃいもんね。なんかね、最近ね、ちょっと小さいのがね、日本でも出てきた。手の大きさを比べるとこんな感じです。いいね。うん、かわいいね、小さくて。ちょっと1個食っちゃおう。さあ、次はじゃあ、洗いに行ってきましょうね。これは瓶だね。開けましょう。またすごく、丁寧に包装していただいて、いすごい丁寧に、ありがとうございます。うん、ゆず茶、ゆず茶出ました。ゆず茶おいしいよね。ゆず茶すごい、何年ぶりかな。ゆず茶懐かしい、おいしそう。これやってるとポンちゃんが向こうの部屋から来る、はい、なーって来るかな。ポンちゃん、こっちの部屋熱々なんだから、こっちにいらっしゃい。はい、いいね、ジャン君。あ、はい、なんか美味しそうなソンソンだよ。炭酸サイダー飲む。すごい、すごい。なんかちょうど飲み物が切れていて、果物も欲しいなと言っていた時に、そう、買い物に行かなきゃって言ってる時に、ね、買い物行かなくて済んじゃう。いや、行かない。他にはあるかな。ジャン君たちのもあるんだな。はい、ね、桜コーラなんでしょうか。すごい。なんだかちょっと面白いものがだんだん増えてきた。めっちゃ綺麗な色。よいしょ。うん、すごいね。これ重たかったのにね、出すときね。大変だよね。あ、ラムネっぽい。お、はい、ラムネだよ。ラムネ。いいね。
すごいね、いろんな炭酸がいっぱい開きましたね。これは何かな、アンズサイダー。いろんなのあった、見たことないものがいっぱい、なんかいっぱい面白いのが作られているんだね。そうだね、イオンでもあんま見かけたことないっすよ見たことないです。なんかどっかに行くとあるのかな。そしてなんだか大きな瓶が出てきた。富士山ラムネだってはい、ラムネ、これは、なんていうの、遠近法ではございません。実はこんなでかいんでした。このスイカの前に置いてみる。みんな綺麗にスイカの前に置いて、ここにほら、爽やかな、はい、涼しげだよ。いい感じ、いい感じ。そしてスイカの前にスイカのゼリーとリンゴが、リンゴとアンズちゃん。お、いい感じかな。はい、喉を潤し、そしてビタミンを摂取できるもの、うん、ありがとうございました。ポンちゃんが来るのかと思ったらジャン君が行ってしまいました向こうに何か報告に行ったと思います。何度か呼びに行ってくれてるんだよね、ジャン君。そう、ポンちゃんなかなか来ないね、うん、あ、今あそこにジャン君が移動しているのが見える。本当、ジャン君呼びに行ってる。ジャン君、はい、ジャン君おいで。サンキュー、おいで、ジャン君。ジャン君、ジャン君呼びに行ってくれてんだよね、何度もね。ジャン君で、来ないって帰ってくるんだね。はい、ありがとう。やっぱり来なかったですか。来なかったね、ポンちゃん。はい、です、はい、どうもありがとう。はい、ごちそうさまです。ジャン君、おいで。あ、画面の中入ってくるかな。はい、ジャン君おいで。はい、どうもありがとうと、ジャン君が申しております。ジャン君、綺麗でしょ。カラフルで綺麗でしょ。ねえ、ジャン君。よかった、よかった。ジャン君、ちょっとこっち向いてくれる？ジャン君、こっちだよ。ジャン君、ジャン君。チェック。チェックに余念がありません。はい。あ、いい感じ。はい、いいね、ジャン君。はい、ポンちゃん、お帰り。ジャン君が迎えに行ってくれました。そして、ジャン君はご褒美に挟まれています。ジャン君。ジャン君、こっちか。ジャン君。ジャン君。ポンちゃん。不思議な子たちです。ポンちゃん、こっち涼しいでしょ。向こう結構暑くなかった？うん。な？はい。あ、まずその瓶を見せようかな。はい、はい、これからですね、なんだこれ、屋久島炭酸サイダー、炭酸サイダー飲んでみます。はい、冷やし待ちきれず氷を入れて飲みます。黒剣です。はい、カリリに入れます。シュワシュワ、いいね。はい。はい。あ、本当に。なんだ、微妙な柑橘系の味だね。あの、うん、香りはね、タンカンの香り、うん、これがタンカンだなっていう感じの。なんだっけ、オレンジとかみかんとかってはっきりした柑橘系の香りがするじゃん、うん、なんかさ、やっぱり、鹿児島とかの、ボンタンとかもそうなんだけど、ちょっとふわっとした感じの香りなのね、うんうん、そういうのがします。ちゃんと香りがします、うん、味はいい香りがするよ。そうね、味はね、うん、ちゃんと、タンカンの味がするんだと思うんだけど、オレンジの方がはっきりしてて分かりやすい。クンクンしていい？うん、うん、
なんとなく香りがね。ちょっと飲んでみよう。うん。あ、微炭酸だからそんなにきつくなくて。今ね、だいぶあったかいやつを入れたから。そっか、シュワシュワシュワってしちゃったから飛んじゃったんだ。そう、でも飲みたかったんだもんね。うん。少し薄まったぐらいが美味しいわ。ごくごくいける。これで足してみよう。うん、このシュワシュワってなると、うん、炭酸が抜けちゃうってことなの？そういうこと、そういうこと。あ、そうなんだ。冷えたやつを入れると、うん、そんなには飛ばないけどね。はい、美味しかったです。そしてこれもかじってみよう。りんご。あ、こういうやつ、こういうやつ。こういうやつ、こういうやつ。うん、こういうなんか、なんだろう。気になってる果物の味。なんじゃそれ。みんなそうじゃん。野生味があるっていうかね。美味しいです。ごちそうさまです。